2人目のゲストを紹介させていただきたいと思います、栃木県は那須の出身ですね、はい、ミュージシャン、本当に大活躍をされています、君島大輔さんです。よろしくお願いします。あ、ギターを弾いて歌う人、君島大輔です。よろしくお願いします。もう大ファンがたくさんこの会場に盛り上げてましたけれども、本当すごい、いや、うまいなって、あの、何がうまいかってね、歌はもちろんですけれども、その盛り上げ上手で、いや、さすがだなと思いました。 ありがとうございます。どうしてもギター1本でやっていかなきゃいけないんで、やっぱこう皆さん楽しんでいただける方法って考えたら、やっぱりああなりましたね。で、君島さんは、まあ、あの、いろいろなところでこう活動されていらっしゃいますけれども、主にどういった感じで活動されてるんでしょうか。そうですね、主にあの栃木県内のライブをやれる場所であればもう喜んで行かせていただいておりますし、時々あの群馬とか福島とか東京の方にも歌っていただいております。はい、それでは早速1曲目紹介していただきましょうか。愛の形っていう歌を。この愛の形っていうのはどういった感じの曲なんでしょうか。僕結婚してるんですけど、あのうちの奥さんとお付き合いするときにですね、奥さんにプレゼントした歌でございます。素敵な曲を1曲目にお届けしたいと思います。君の嫌なところを一つ一つ探してみた。理想とはほど遠いから、3日で飽きる心配はない。ご紹介お願いします。2曲目は家族のためにっていう歌です。この歌はうちのですね、お母さんの誕生日に作った歌です。
をご紹介お願いします。はい、3曲目はですね、僕の知り合いの高校生がカナダに留学した時にですね、応援歌として作った歌なんですけど、道しるべっていう歌です。本当になんか皆さん思って作られてるっていう曲が本当に多くて、聴いていても心に響くなっていうふうに今日思ってますけれども、道しるべっていう歌、やってくれても大きいかな。懐かしい。それではまた1回目、ワン、ツー、ワン、ツー、サン、はい、ありがとう。嬉しいこと、悲しいこと、苦しいこと、割り切れること、惨めなこと、逃げ出すこと、起こるだろう、でも忘れないで、見守ってる仲間がいることみんなが、君も好きなこと、ありがとう。今後のね、活動など状況などを皆さんにお知らせいただきたいんですけれども、僕あだ名がキミッチョって言うんですけど、ひらがなでインターネットでキミッチョで検索していただければ、一番最初にですね、君島大輔の ありがとうございますっていうブログが出てきますので、そこでいろんな活動内容を、順次アップしているので、皆さんご覧ください。よろしくお願いしたいと思います。最後は愛愛かっていう歌で終わりにしたいと思います。すごく彼女が欲しかったんだけどなかなかできないというアンハッピーな気持ちをですね、いかにハッピーに歌うかっていうのを目的として作った歌ですね。なるほど。それでまた会場の皆さんも非常に盛り上がってました。それではラストの曲です。君島さん、ありがとうございました。 ありがとうございます。自分のために愛を歌うと書いて愛愛かっていう歌を皆さんで歌いましょう。よかったら、久々の手拍子もどうぞ。ワン、ツー、サン、はい。Many